ビギナーランニングマガジンへようこそ感想教人牧野です今回はトレイルラン専門ウォッチガーミンエンドロールこちらを紹介したいと思いますまずは設定の仕方ですね、えー、言語を設定します日本語のボタンを設定して右上のボタンでローディングですでそのままスマートフォンと、えー、セッティングに入っていきたいと思います 同期のボタンが入りますのでペアリングを、はい、右上のボタンを押していただくと今度はスマートフォン側との同期になっていきますスマートフォン側ではこういった表示が出ますので時計側の番号このペアリングの番号を入れていただくそうすると同期に入っていくという手順になっていきます事前にですねガーミンコネクトというアプリをセッティングしていただければ簡単にスマホと同期できますので、えー、まずそちらの手順も行ってください そうすると iPhone との通知許可しますかしませんかというふうな案内が出てきますそうするとセットアップの更新という画面になりますのでアップが終わるまで待っていただければ速やかに同期は完了していくという流れになっていきますこれでセットアップ完了ですねで続いて睡眠時間の設定これを行っていきますでさらに位置情報の設定 こちらも行わないと要は GPS のセッティングができなくなるということです。これで同期完了です。であとはセッティング待つばかりになってきますのでこのまま進めばランニングした時のデータというのはスマートフォンの方にデータを送られますしスマートフォンの通知もスマートウォッチに流れていきます。操作方法ですねこれはもう相変わらず 左真ん中のボタンを押していただけるとスクロールは変わっていくということです上を見たい場合は左上のボタン下に下ろしたい時には左下のボタン左上はライトという風になっていますで戻るボタンは相変わらず右下ということになっています左上のボタンを長押しすると様々な設定ができてくるということになっていきます 例えば時計がなくなりそうになった時にスマートフォンに通知が来るとかそういった設定もできてくれますしあとはウォッチフェイスとかこちらの画面を変えることも簡単にできますでトレイルランの専用の時計なのでやはりちょっとこういろんなアイテムが流れるものを選んだ方がいいのかなと個人的には思っていますねでこういったことで自分に合うものを探していただくといいのかなと思っています 続いて左上のボタンでスポーツアプリの設定をしていきますで最初に設定を行って自分がよく行うエクササイズモードですねトレイルランだったりランだったりのこのボタンを押していただいて決定をしていただくと完了になってきます今トレイルランだけ行いましたけどランと行っていくとまあ当然のことを選択してで自分のエクササイズモードっていうのを選択することが簡単にできます やっぱりトレーラン専用なのでいろんな標高であったりとか、えーまあ、方位磁石等々入りますのでやっぱりここのところは大切かなって感じになってきます。であとはもうコ、えーチングシステムがあるので最初はスタートから、えー、トレーニングクールダみたいな、えー、機能も、えー、備わっているということで、えー、最初は10分程度のエクササイズプログラムが入っていますね。 あとはスポーツアプリいろいろありますんでいろんなスポーツ追加で入れることは可能なのでプラスを押していただけるといろんなパターンでやはり何といってもトレーニング続くウルトラ系のプログラムも入っていますしやっぱり最大の特徴としてはこれ画面がですねソーラー電池になってますからやっぱ屋外で長時間というところが安心してできる時計になっています。 で入入れ忘れれ忘たた。で、で、今回も追加ししてておきまいくつか入れていくことによってですねもう自分が使う,こう、まあ、お約束のものですねこれをしっかりと、えー、プログラムに入れていくことは、えー、必要不可欠になってきますんで入れ忘れちゃうと1、えー、から追加するって面倒くさいことになってくるので注意していただければと思います。これはスタタートのボタンですね。 大体、えー、いいこのベンチマークランというのは2分ぐらいでベーシックのランが5分とダウンが3分ぐらいのプログラムですねで最初の設定はこの4画面の振り分けになりますんでこの画面構成もいくつか分かれますから、えー、自分が作りたい見やすい画面に設定していただくといいのかなと思いますねでこれからもうちょっと使いこなしてみてですねどういうものに特化しているのかというのもちょっとこう いろいろ触ってみたいかと思っていますし、あのソーラー適用モードとかっていうのもあるんで、これどういうものなのかっていうのも体験したいと思います。であと一つも感じたのがベルトがベロクロなので、結果的にこれビチャビチャになっちゃうんですね汗で。でもちょっと干しておくとソーラー電池ですから、えー、両方向乾いて便利かなと思っています。今回はねガーミンのこのエンドロー、えー、ソーラー電池時計紹介させていただきました。 また詳しく触ってまたご報告させていただきたいかなと思っています、えー。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想教員、マキ野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。